さんこんにちは。メンタリストの山本雅也です。今日ご紹介するテクニックは、今から3週間で自分を変える方法っていうのをご紹介していきます。1月の頭なんで、新しい目標だったりとか、あとは新言語術だったりとかを使おうという人が多いと思うんですけども、大体始まって3週間ぐらいで心が折れてしまう人が多いのかなっていうふうに思います。僕も結構そうでした。で、これ何でかって言いますと、人間っていうのはコンフォートゾーンっていうふうな、自分を変えたくない、現状維持をしたいっていうような気持ちがあるからですね。じゃあどうすればいいかっていうと、シャドヘルプセンターっていうふうな心理学者さんが自己説得っていうふうなテクニックを紹介しています。これ何かっていうと、ある意味自己催眠と同じ方法で、先延ばし癖がある人、例えばのが、現在進行形で自分はこういう人間であるっていうことを言い続ける状態なんです。これを、1日3回から4回3週間言い続けると、自分の行動だったりとか習慣が変わるっていうふうに言っています。なので、新しいテクニック、新言語術だったりとか目標だったりとか、多分習慣を作るには、そういうテクニック的な時間がないとか、ぜひですね、この自己説得っていうようなテクニックを使っていただいて、今年の目標だったりとか、新しい小説だったりとかっていうのも有効活用、長く有効活用してもらえればなというふうに思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。山本雅也でした。